芦名守氏とはどんな人？伊達氏と双璧、東北戦国大名の生涯。芦名守氏は伊達氏と並んで勢力を誇った東北の大名です。南欧州の制覇をめぐり中通りの支配を目論んで田村氏を攻撃しますが、同じく南欧州に勢力を伸ばしたい佐竹氏との間で長年の抗争を繰り広げることになりました。しかし生涯側室を持たず、子供も森沖一人だったため、森沖が29歳で急死するとたちまち家督問題が起こり、これが遠因で芦名氏は没落していくことになります。今回は東北の戦国大名芦名守氏を解説しましょう。大永元年、芦名守清の子として誕生。芦名守氏は大永元年1521年に15代当主の芦名守清の子として誕生します。天文6年1537年、16歳の時、東北の種まきスプリンクラー伊達種宗の娘を正室に迎え、天文10年1541年には父から家督を譲り受けました。その後守氏は天文12年1542年に山内氏を討って会津における勢力を拡大します。天文の乱のキーマンに。天文12年、伊達氏でお家騒動天文の乱が勃発します。当時伊達氏の当主だった伊達種宗は非常に子だくさんであり、東北の有力な戦国大名に息子や娘を送り込んで縁組みし、東北のハプスブルク家を目指そうとしていました。ところが種宗は三男実元の越後の国守護上杉定実への入手を図ったり、婿の相馬秋種へ伊達領を割譲しようとするなど桁外れの博愛ぶりを示したので、我慢できなくなった息子の春宗が鷹狩り途中の種宗を拉致して幽閉。身内の救助で幽閉先を脱出した種宗も春宗を排除すべく東北の種宗チルドレンを糾合して合戦に発展したのです。芦名守氏は当初は妻の父である伊達種宗側につきますが、天文16年に同じく種宗サイドの田村高明と中通りにおいて衝突したのが原因で春宗サイドに転じました。これにより春宗サイドの優位が決定的になり、天文の乱は春宗勝利で終結します。中通りを求めて田村氏と戦う。天文19年1550年、芦名守氏は東北の交通の要衝である中通りへの進出を開始します。中通りとは現在の福島県の中部にあたり、西に奥羽山脈と東に阿武隈高地に挟まれた南北に細長い地域で交通の要衝でした。その性質上、多くの在地領主が争う場所になり、中通り北部は伊達軍を本館とした伊達氏、中部は三春を本拠地とした田村氏をはじめとして名だたる武将が割拠します。芦名守氏はまず中部を攻略しようと田村高明と交渉を繰り返しますが、中通りを一強に支配されては都合が悪い日立の佐竹氏が妨害し、攻略は容易には進みませんでした。そこで守氏は敵の敵は味方で佐竹氏と敵対する相模の北条氏や甲斐の武田信玄と同盟して佐竹氏に対抗します。芦名守氏と同級生の武田信玄はいつの頃かは不明ですが、近頃優れた武将は丹波の赤井、江北の浅井、会津の守氏、若手では三河の家康、この4人であろうかと評したそうで、守氏の有能ぶりが武田信玄のもとまで伝わっていたことがわかります。隠居後も外政を繰り返す。芦名守氏は内政面では金山開発に力を入れ、柳田氏を承認司に起用して流通支配の強化を図ります。永禄4年1561年、守氏が長沼正国を攻めて本拠地黒川を留守にした時、兄にあたる芦名氏方が富田義真淵に担がれて反乱を起こしますが、守氏はこれを数日で鎮圧。氏方は家臣と共に自害しました。同年守氏は家督を嫡男の森沖に譲り、大沼郡岩木城に隠居し、剃髪して獅子祭と号しますが、隠居後も政治と軍事の実権を掌握し、引き続き家中の統制にあたります。二階堂氏を倒し伊達氏と婚姻関係を結び和睦。永禄6年1563年、守氏は菅川城主の二階堂守吉と戦い、岩瀬郡へと侵攻します。二階堂守吉は伊達春宗の長女お波姫をめとっていたので、伊達軍が二階堂救援のために数度にわたり桧原を攻め込んできますが、富山城主穴沢信則が撃退します。
永禄9年1566年に二階堂盛吉が降伏すると、盛氏の嫡男盛興に伊達春宗の娘彦姫を嫁がせる条件で伊達芦名間でも和平が成立しました。ところが隠居していた春宗が縁組に反発して照宗と対立。困った照宗は彦姫を一旦自分の養女とし、万が一春宗と照宗が争えば盛氏が照宗を援助する密約まで交わしたそうです。当主の盛興が29歳で急死、お家騒動に。天正2年1574年、盛氏は陸奥国忍軍城主伊達実元と共に田村氏傘下の二本松義国大内義綱を破り、田村清明を従属させます。しかし同年6月、家督を継いでいた盛興が29歳の若さで急死。盛興には子供がなく、盛氏にも他に男子がなかったので家督をめぐる騒動になりました。結局盛氏は人質に取っていた二階堂盛吉の子の盛隆に盛興未亡人をめとらせ、盛氏が後見人として政務を取ることになります。天正8年60歳で死去。芦名盛氏はその後も白川雄吉の家督相続問題に介入したり、上杉謙信死後の御盾の乱に乗じて越後に出兵するなど積極的な攻勢に出ました。盛氏は権力基盤を強化し、永禄3年から天正4年まで6度も徳政令を出すほどでしたが、二階堂氏出身の当主盛隆に対して反発する重臣たちとの不和や、長年にわたる田村氏や佐竹氏との抗争による戦費不足で財政が傾き、芦名氏の勢力は次第に没落へと向かっていきます。天正8年1580年、芦名盛氏は60歳で死去しました。その後の芦名氏後継者の芦名盛隆は無能ではありませんでしたが、本家である二階堂氏の勢力を盛り返そうと芦名氏の勢力を利用し、そのために芦名氏重臣との対立は避けられなくなります。盛隆は越後の御盾の乱に介入し、上杉景勝と対立したために景勝の方でも直江兼続に命じて芦名氏の内部分裂を誘う工作をさせていました。盛隆は相次ぐ反乱を武力で鎮圧していましたが、天正12年1584年10月、本拠地黒川城で長身大場三左衛門に殺害されます。盛隆の死の真相は不明ですが、男色関係の地上のもつれとも言われているようです。芦名氏の家督は生後1ヶ月の息子亀王丸が継ぎ、亀王丸の母である彦姫が隠居した兄伊達照宗の後見を受けて芦名氏をまとめることになります。しかし照宗は幼少の亀王丸ではなく実子小次郎の擁立を考えていたようで、亀王丸の擁立はむしろ日立の佐竹義重の介入で実現したことでした。芦名氏家督をめぐる佐竹氏と伊達氏の対立は芦名氏の弱体に拍車をかけますが、この状況下で亀王丸はわずか2歳で放送にかかり死去。その家督をめぐり伊達政宗の弟の小次郎と佐竹義重の次男義弘が争います。最終的に芦名氏は伊達政宗により天正17年1589年には領地を奪われ、戦国大名としては終焉を迎えることになりました。日本史ライター川嘘の一人ごと。芦名盛重は生涯側室を置かなかった珍しい戦国大名で、現在から見れば愛妻家です。盛氏が側室を置かなかった理由は不明ですが、岐阜の伊達種宗のお家騒動で後継者を多く持つリスクを痛感したのかもしれません。しかし戦国の世に後継者が一人だけでは明らかにリスク高すぎて、結局は盛興の急死で後継者問題が発生し、芦名氏の衰退は現実になってしまいました。伊達種宗のような種まきスプリンクラーも後継者を増やしすぎて騒乱のもとになりましたが、だからって一人息子に全てを期待するというのもほどほどというのは、どんな時代でも難しいことのようです。